XR 会議2022にご参加いただきありがとうございます。 XR 会議2022はプラチナスポンサーパナソニック株式会社、株式会社シフトール、シンク&センス、株式会社ナイアンティック、日本マイクロソフト株式会社、ソニー株式会社、ほかスポンサー各社の協賛で開催いたします。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。お時間となりましたのでセッションを始めます。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。それではどうぞ。よろしくお願いします。お願いします。アルシェの代表の川と言います。エンジニアの石川と言います。弊社では普段アンリアルエンジンを用いた XR やメタバースに関連するコンテンツの制作やそれを支援するフレームワークの開発を行っています。これまで国内ではこれらの領域でアンリアルエンジンを使った事例や共有が少なく他のエンジンの話が多いように感じられたので、今回は弊社でどのような事例があるのか、アンリアルエンジンでのコンテンツ開発制作を踏まえてお話ししていこうと思っております。前半では僕からビジネス的な観点や表面的な部分でのアンリアルエンジンを使ったことの良さ、そして弊社で開発しているアンリアルエンジン上で開発しているメタバースのフレームワークステラについてお話しさせていただこうと思っております。後半では私エンジニアの石川の方から実際にステラのようなフレームワークをアンリアルエンジンの上で構築する際の裏話ですとか技術的な知見についてお話しさせていただきます。そのため前半では非エンジニア、エンジニア問わないような内容ですが、後半は徐々にエンジニアリング向けの内容になっていき、ちょっとずつ難易度が上がっていくことになります。全体を通してアンリアルエンジンを使ったことがある方も使ったことがない方にもお聞きできるような内容になっておりますので、ぜひ、全て聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではアンリアルエンジンでメタバースをもっと自由にというタイトルで、僕から発表させていただきます。よろしくお願いします。内容としては先ほど話させていただいたように、最初にアルシェ株式会社についてお話しさせていただきます。その後アンリアルエンジンと VR メタバースの制作について僕から、その後ステラオンアンリアルエンジンと題して
弊社の石川からお話しさせていただきます。特に後半はエンジニアリング部分が多くなると思います。この講演を通して Unreal Engine のバージョンは 5.1 を利用してお話しさせていただこうと思っています。最初に僕の自己紹介です。川大輝と言います。北海道生まれで大学院まで物理学の修士の宇宙の物理学の宇宙論を研究したりしてました。その後卒業後アルシェ株式会社を創業しています。特技としてマジックとかサッカーをやったりしていて、大学院時代やっていたマジックはステージマジックっていう全体400人ぐらいいる中でステージに立って何か不思議な現象を作るみたいなことをやっていて、その経験が今VR とかメタバースで何かコンテンツを作っていくってことにつながっていると思います。でまず最初にアルシェの名前の由来についてお話しさせてください。こんな感じですね。アルケミーっていう、錬金術のようにこの世の中の現象とか事象に対して実験をいろいろ繰り返していって、その中で奇跡を起こしたい、あるいは魔法のような現象を作っていく、その絶え間ない努力とか神秘性とか不思議なものへの興味、好奇心を大切にしたいなと思って、この名前にしています。あとは建築アーキテクチャのような発想で世界観を作っていったり、アーキテクチャのような言葉を想起できるような言葉としてアルシェという名前にしました。でミッションとしては夢中になれるような心地よい場所とか、体験を作っていきたいと思っています。私たちは VR のメタバース、VR あるいはメタバースという空間でエンターテインメントを作っている会社です。でどんなことをやってるかでいうと、例えば、去年でいう新世界ラッドウィンプスさんのバーチャル空間でのライブを作ったりとか、今年もやって去年もやったんですけどフジテレビさんの、バーチャル冒険アイランドっていうイベント、これも同じように制作させていただいたりとか、こちらに関しては来場者数が100万回とか、あるいは海外でも評価していただいていてビジネス界のアカデミー賞、を受賞したりしています。あとは、プペルっていう映画が公開された時にちょうど作っていて、まだ一般公開はされてないんですけど、プペルの VR の新しいバージョン、ちょっと古いのがあるんですけど、新しいものを作っていて、どちらかというとちょっとフォトリアルなものを、セミフォトリアルぐらいのものを作ったりしていました。で最後に、バーチャル東京タワーさんの、バーチャル空間を作る、そこでのライブとかも作ったりしていました。これはタレントのフワちゃんさんとか青山テルマさんとかに、参加いただいて、あとは VTuber のユニさん藤井葵さんに参加していただいて、ライブを作っていました。で、この様子とかは、CG 界隈で一番有名な雑誌の一つである、CG ワールドさんにも取り上げていただいていて、僕らの制作過程とかいろいろ紹介していただいています。そんなところです。ここで紹介できなかった数多くのプロジェクトでも Unreal Engine、 今日紹介させていただく Unreal Engine で、作っているものがたくさんあります。で最後に、私たちのビジョンとして、どんなことをやっていきたい会社なのかを紹介させていただきます。僕たちは、メタバース時代のテーマパークを作るみたいなところを目指しています。メタバースは従来2次元の画面で表現されたウェブページ、ウェブサービスなどが3次元に拡張されたその先にあるようなものだと思っています。映画やショッピング、イベントなど友達と一緒にインターネットを通して楽しめるような場所に、連れてってくれるような装置だと思っています。その中でアルシェという会社は、体験を通じて、何か世界観が楽しめるようなものを通じて勇気とか元気を与えられるような、そういうディズニーランドのようなテーマパークをメタバースとかVR の空間で作っていきたいなと思っています。はい。でそれでは、これから僕らがどうしてアンリアルエンジンを使っているのか、そしてアンリアルエンジンを使って、どんなメリットがあるのかみたいなところについてお話しさせていただきます。まず、一つ目なんですが、これはよく言われることなのでまたかよみたいな内容になってしまうんですが、やっぱりアンリアルエンジンを選んだ最初の理由はレンダリングのクオリティでした。従来の 2D のソフトウェア開発はほとんどの場合 UI とか UX デザインの領域があんまり大きくなくて、ほとんどの場合エンジニアリングのボリュームが多いかなと思っています。で一方 VR とかメタバースの開発っていうと、コンテンツを作る上でのコンテンツ量って結構 3D とかビジュアル面、
アートが大事なもの、デザインが大事なものっていうのがかなりあると思います。そのような理由でやっぱり、この領域ではビジュアルとかアートってとても大切になってくると思っています。アンリアルエンジンはそのような観点でアーティストやデザイナーにとって、最高のツールだなと思っております。それではちょっとだけ動画を見ていきましょう。はい、少し長かったんですが、アンリアルエンジン5が出るときに紹介された動画です。このクオリティとかまさに映画の世界に入っていくような体験ができるような、そういうコンテンツがこれからたくさん生まれてくる、そんな期待がすごい感じられるような動画でした。で、こういうふうに何か光の表現とか多くのポリゴンを扱うみたいなところって、今後僕らが先ほど紹介させていただいたテーマパークとか何か、体験を作ってくれですごい、重要な、大切な要素だと思っています。なので、このようなことができるアンリアルエンジンって、僕ら の, その目指したいところにちょっと近いかなと思って選ばせていただいています。また先ほど紹介させていただいた映像の中のナナイトとかルーメンという機能に関しても、実はアンリアルエンジンの VR の機能でも使えるようになっていて、例えばこれが、その動画なんですけど、こんな感じで光の表現とか、含めてかなりリアルに近いというか表現ができたりするようになってきてると思っています。次に、アンリアルエンジンをどうして使っているかの2番目の項目で、メタバースとの親和性が高いというところで利用しているところもあります。メタバースとしてよく取り上げられる世界で3億人とか、多くのユーザーが使っているフォートナイトというプラットフォームがあります。でフォートナイト自体は UE を開発しているエピックが作っているものなんですけど、このフォートナイトで実装して実績がある機能とか何か新しい実装っていうのがアンリアルエンジンに反映されるようになっています。なのでより実践的な実装内容が可能になるっていうのが、もう一つのメリットかなと思っています。またアンリアルエンジン自体2016年以前からメタバースっていうところを意識して開発されているところも、嬉しいポイントかなとか、なんか使いたいなと思うポイントでした。目指す未来が同じだなっていうところと、メタバースを想定したプロジェクトに、UE を使うのは、良い選択肢かなと思っています。これ右側のツイートはエピック社の CEO のティムさんのツイートなんですけど、2016年にツイートしたもので、アンリアルエンジンのマルチプレイの機能はメタバース 1.0 みたいなところを想定していますという話が書かれています。でさらにフォートナイト関連で言うと、来年ですね、クリエイティブ 2.0 っていうのがリリースされる予定になっていて、フォートナイトでコンテンツを作るときは今まではフォートナイトで
中で頑張って作っていたんですが、これがアンリアルエンジンを使ってコンテンツをインポートできるようになりましたと。でこれによってさまざまなプラットフォーム、例えば、僕らで作らせていただいているプロジェクトとかが、そのままアンリアルエンジンで作られているので、フォートナイトとかにも展開できる、いろいろなプラットフォームで、まあ、コンテンツを楽しめるようになってくるっていうのが、もう一つ期待している部分です。最後に、短期間での開発みたいな点で、アンリアルエンジンはとても有用だなと思っております。メタバースの開発、コンテンツ開発みたいなところで、やっぱりゲームよりも期間、制作期間が短いことが多いです。アンリアルエンジンではブループリントっていう機能があるんですけど、この機能のおかげでかなり制作期間っていうのが、まあ、短くできてるというか頑張れてるってところがあります。デザイナーやアーティストがこの機能を使って自分で作りたい世界をクイックに検証できたり、短期間で開発できるところのメリットになっています。よくご存知だと思うんですけど、ビジュアルスクリプティングみたいな形でその右上に表示しているような、まあ、ノードベースの開発ができるので、まあ、誰でも簡単に自分のやりたいことが簡単に作れるっていうのが、まあ、すごいすごいメリットなのかなと思っていて、まあ、弊社でもほぼ全員がアンリアルエンジン使えるんですけど、アーティスト、デザイナー関係なくブループリントでこういう風にしたら楽しそうとか、ここでここに近づいたらこういうことが起きる、崖が崩れるとか、そういうところをエンジニアが一緒に伴走して作らずとも、アーティストだけ、デザイナーだけでそういうことが実際に確かめられる機能が作れるところが良いなと思っております。まあ、ここまででいろいろなメリットがあったんですけど、昨年までやっていく中でやはり課題があって、アーティストやデザイナーが簡単に機能が作れるので、機能が同じような機能が再発明されたりとか、実装が複雑になってしまったりとか、あとはなんか負荷のことがあんまり考慮されてないような実装がたくさん並んでしまうみたいなことがありました。メタバースで求められる機能っていうのは同じようなものが多いんですよね。例えば、マルチプレイに対応しましょうとか、なんかクリックしたら URL 飛べますとか、ボイスチャットができますとか、でコンテンツごとにそういうのを UE の機能を使って組み合わせて独自でコンテンツプロジェクトごとに作っていたんですが、まあ、なんかこう再発明というか、アーティストも一緒にやったりするので、まあ、めちゃくちゃになることが多かったというところで、まあ、UE は本当に機能が豊富で汎用的なエンジンなんですけど、メタバースに特化したようなものがないので、これを自分たちで毎回プロジェクトごとに作っていたというところがありました。なのでここをちょっと改善したいと思って、作ってきたのが、ステラというプラットフォームになります。今説明させていただいたように、まあ、なんかこう再発明をしてしまうとか、プロジェクトがちょっと汚くなってしまうってところ以外の理由としては、まあ、いくつかステラを作った理由がありまして、まあ、現状日本のバーチャルメタバース関連のイベントの課題みたいなところもあるのかなと思って、ここに対する解決策も一応ステラは提供しようと思っています。既存のメタバースとか、VR のプラットフォームいくつかあると思うんですが、まあ、ここで例えばアバターとか UI などを変えたいとか、これにしたいとかってなった時に、やっぱりプラットフォーム側の制限が多くて、自由に設定できるところが少なかったりとか、あるいはワールド全体で使えるデータの容量が制限されていたりとか、プラットフォーム全体のために何か融通が効かない部分があったりするかなと思っております。まあ、もちろん既存のプラットフォームってすごい完成されていて素敵な部分、優秀な部分がたくさんあるんですけど、やっぱり、コンテンツ側で何か新しいことをしてみたい、チャレンジしてみたいとなった時に、そこが融通が効かない部分があるのかなと思っています。で例えば、まあ、エンジンをベースに何かプラットフォームを作った場合、まあ、エンジンの機能を全て使わないので、まあ、プラットフォームっていうのはエンジンの機能よりも少し内容が少なくなるかなと思ってます。そのプラットフォーム上に乗るプロジェクト、例えば何かのイベントがありますと、でこのプロジェクト自体はやはりプラットフォームに依存するので、プラットフォームが使ってないエンジンの機能とか、あるいは変えたい部分、変更したい部分が変更できなかったり、自由度が少ないというのが問題だと思っています。でアルシェでは、ステラで何かものを作っていくんですけど、ステラ自体はアンリアルエンジンのプラグインとして構築されています。なので UE でアンリアルエンジンに可能なことっていうのを制限しないで、メタバース関連のコンテンツを作るための機能やユーティリティ
何か便利なものっていうのをエンジンに追加するみたいな形で、2つの強みみたいのを生かすことができるような設計になっています。なのでプロジェクトそれぞれでこう作る、なんだろう、こう機能とかっていうのが、ステラにないからできないとかっていうわけではなくて、エンジンの機能、使いたい機能も使えますし、ステラで拡張されている部分も使えるみたいな形で、どちらも利用できるような形で、プロジェクトごとに本当にいろんなカスタマイズができるようになっています。2つを比べるとこんな形かなと思う。ただもちろんプラットフォームは既存のユーザーさんがいたりするので、その面ではすごい有利かなと思ったりはするんですけど、まあ、最近のメタバース系のプロジェクトって結構企画側でなんかコンテンツを持ってる方が何かやっていこうっていうことが多いのかなと思っていて、影響力のあるコンテンツを持ってる人や会社が何かメタバース系のイベントをやるので、やっぱりそのファンとかそのターゲット層があって、既存のプラットフォームと一致しない場合、まあ既存のプラットフォームじゃなくて新しいところで作ってもあんまりそのアプリのダウンロード数とか来てくれる人って変わらないのかなとか、コンテンツが今はすごい強い大きな何か、なんだろう、こうプラットフォームがあるわけではないので、まあ、コンテンツが強いっていう今時代なので、まだまだそのアプリを作っていくプロジェクト単体で、まあ、やりたいことをやっていくっていうのはやっていい時期なのかなと思ったりはしています。なので、まあ、ステラを利用すると、例えばライブイベントとかオンラインの何かライブ、フェスティバルみたいな、こう個々のプロジェクトに対して、まあ、ステラを使って上の部分、例えば見た目とか、それからアバター、3D モデル、なんだろう、こうコンテンツの内容みたいなところは全てそのプロジェクトごとに作っていくんですが、結構共通している解析部分とかマルチプレイとか、なんか動画を再生するとかデータベースに接続する部分とかっていうのは、まあ、同じものを使って短期間でコストを抑えつつ早く作っていくってことをやっています。まあ、かつカスタマイズができるところも先ほど説明したように、まあ、すごいメリットかなと思っています。はい。将来的にはステラっていう同じ基盤を使っているので、複数の違うプロジェクト同士をつなげることも考えています。まあ、そうすることによって何か大きなメタバースっていう中で、ステラでつながっているものと、大きなメタバースを接続することによって、単体で存在しているメタバースを大きなメタバースの中に取り込むっていうことができるかなと思ったりはしてます。もちろん先ほど説明させていただいたフォートナイトとかもそういうことができるかなと思っています。で、ステラを用いることで、まあ、こういろんなプロジェクトで使っていくことによって、このステラを洗練させていって、さまざまなプロジェクトにつなげていったりとか、あるいは弊社で作ろうと思っている先ほど説明させていただいたテーマパークの基盤にも使っていこうかなと思っています。最後に、簡単にステラの特徴についてです。まあ、現状いろいろな機能を作ってるんですけど、まあ、なんか代表的なところで言うとっていう話ですね。たくさん機能はあるんですけど、まあ、数千人が同時接続できるようなアプリ内でのコミュニケーションが取れるような機能、それから、アプリ自体は iOS とか Android とか VR のアプリを作れるようになっています。UI とかアバターとかワールド全てカスタマイズできるようになっています。作りたいもの、見せたいものが自由に作れますよっていうのが、まあ、一番メリットかなと思ったりはしております。はい。僕の講演は、これで以上になります。後半は今ご紹介させていただいたステラについて、アンリアルエンジンを使ってどのように開発しているか、もう少し技術的な部分とか、その辺の知見について石川さんから詳しくお話しさせていただきます。じゃあ石川さんにバトンタッチします。よろしくお願いします。改めまして、技術パートを担当させていただきます石川と言います。軽く自己紹介をさせていただきますと、エンジニアのキャリアとしては高専生だった頃のお手伝いみたいなことから始まりまして、当時は Unity なんかを使った開発もやっておりました。その後、組み込みのファームウェアを書くみたいなことをやったりとか、フリーランスの時期なんかも挟みつつ、現在のアルシェ株式会社に入社してちょうど1年ぐらいになります。本講演の前半でも紹介がありましたステラ等の開発設計を含め、社内ではテックリードのようなことをやっております。今回はエンジニアチームを代表して、ステラの裏側と、あとアンリアルエンジンの布教のようなことをしにやってまいりました。
ステラについての技術的な視点からの説明や、アンリアルエンジン上にそういったものを構築するにあたって、社内で得られた情報や感覚というのを解決すべきとして浮かび上がってきた課題の定期プロセスを含めて前提として共有させていただきます。以下、目次となります。まず、ステラのようなものを構築するために私たちが考えていること、考えていたことについてです。ステラには大きく2種類の利用者が存在すると思っています。一つは、ステラを基盤として構築されたプラットフォームを利用するユーザー。で、もう一つはステラを使ってプラットフォームを構築する側の開発者です。本講演では以後前者をユーザー、後者を開発者と呼びます。でステラは開発のためのものですから、ユーザーにとってステラは直接その利用するタイプのものではありません。あくまで背後の仕組みになります。ただ、いわゆるメタバースというふうに言われたときに、ユーザー側と求める機能というのは、まあ、イメージから決まってくるわけでして、そのためにステラが持つべき機能というのも、まあ、やはり考えられます。以下はそうした想定される機能のほんの一部を列挙したものです。で、マルチプレイ機能だけとかを見ても、ユーザーマネジメントとか、あと感情表現、の手法システムとかフレンドシステムとかテキストボイスチャットみたいな、まあフロントで済むものもあればバックエンドも必要なものもありますね。でリアルタイムグラフィックスももちろん必要で、これは 3D のコンテンツなので当然というところですね。あと e コマースのようなアイテム販売のための仕組みを導入したくなる事例も全然珍しくありません。キャラクターカスタマイズとかもやりたいということは多いです。で技術者の皆様はお分かりかもしれませんが、こういった技術は何も純粋に新しいものというわけではありません。一つ一つは昔からあるものですが、これらの組み合わせ方と、あと時代が求めるものが複合したときに、新しい解釈と体験が生まれているんだろうなというふうに解釈しています。技術の視点からこれらを純粋に満たそうというのを考えると、まあ、真っ先に連想されるのは MMO みたいなオンラインのマルチプレイヤーゲームだと思います。で、このことはステラがゲームエンジンみたいな、まあ、そういったものの構築に実績があるものに基づくことに、まあ、強い合理性を与えてくれます。で、ゲームエンジンは多かれ少なかれそういった機能を一部は持っておりますので、ゼロから開発するよりははるかに開発コストが削減されると思います。ただもちろんどのレベルまで具体的な実装を持っているのかというのはエンジンによってかなり大きな差が存在していて、 できるだけ使える道具が多い方がステラのようなものの開発には適しているよなっていうふうに私たちは考えました。でここまではユーザーが求めるものに対するステラの立ち位置で、単純に機能が多いと嬉しいよねという話だったんですけど、続いて開発者にとってのステラをお話しします。開発者にとってステラは多様なプラットフォームを構築するための開発フレームワークです。だから使うものなわけですね。こちらではステラが持っていると謳っている機能の存在はもう前提としまして、独自に求めたいものがあると思います。例えば機能の多様性への拡張可能性ですね。これはステラにある機能をそのまんま使うプロジェクトっていうのはなかなかなくて、それだと全部ステラっていうなんか同じものができちゃうので、そんなことはなかなかなくて、作りたいものに合わせて調整できることが重要だったりとか、そもそもステラにないような機能を搭載したくなっても、それをプロジェクト側の実装としてステラとぶつかってしまうことなく、でもステラのシステムと協調した形で統合できるみたいなことが必要となってくることに原因があります。またバックエンドの多様性の拡張可能性も非常に重要で、特にオンラインサービスを伴うタイプのプラットフォームでは非常に重要で、いろんな事情によって使えるインフラの種類が限られることってあると思うんですね。あっちのプロジェクトではこのインフラだけど、こっちのプロジェクトではこのインフラ。でもどっちでもステラを使いたいみたいなことはあると思います。で、ステラは可能な限りそういうケースにおいても適用範囲を狭めたくはなかったので、実際にどんなバックエンドの上にプラットフォームが構築されるかっていうことも制限したくありませんでした。そのためバックエンドの多様性を吸収して容易に拡張可能である形を想定することにしました。最後に、ステラは迅速な開発を手助けする利便性と保守性を持ってないといけません。これは当然ですね。それが目的のフレームワークなので、これがないと意義を満たせないということになります。そして、エンジニアリングにおける経験則として、そのまま提供する具体的なもう完成品っていう機能をアドホックに実装することよりも、拡張性を提供するっていうことの方がはるかに難しいということは知られていると思います。ステラが開発者に自由度と拡張性を与えたいときに、その機能がステラに基づくゲームエンジンが提供する機能に関連するものである場合、まあつまりはステラの機能なんですけども、そのステラが基づいているゲームエンジンの機能とそのステラの機能が深く関わっているような場合ですね。
そういう場合は特にこの問題が厄介になってきます。なぜならエンジン側のその機能に関する拡張性がそもそも高くないと、拡張性をステラのレイヤーでは提供することがなかなか難しくて、結局同種の別実装をそのエンジンの上に自分で行うことになってしまうか、あるいはサードパーティーの別の実装を導入するとか、あるいは拡張性を諦めるのような中から選択を行うことになってしまうと思います。だから多様な機能を提供したいって、まあ、ユーザー向けの話と、あと開発者向けに拡張性をちゃんと入れたいっていう、この要求にどうやって答えるのがいいかなっていうところで悩ましいところでした。そこでアンリアルエンジンが出てきます。私たちの肌感覚としては、アンリアルエンジンはステラのようなフレームワーク製品の作成にとても相性がいいと考えています。私たちが特に良いというふうに思っている点を、まあ、時間も限られていますので、4つだけ絞って紹介させていただきます。で、1番目にしてこれ、他の全てが霞むぐらい強力な点なんですけども、アンリアルエンジンは、エンジンのソースコード、エンジンに含まれている実装のソースコードを全て読むことができます。で、これも複数の手段があるんですが、まあ、簡単な申請を通して GitHub からクローンしてきて読むということもできますし、まあ、そもそも普通にアンリアルエンジンを Epic Games Launcher とかから入れるんですけど、そういうのから入れた時のバイナリー形式の配布にも、開発者がソースコードを読んで開発に役立てることを目的にソースコードが付属しています。ですので、普通にアンリアルエンジンを入れていれば、IDE などでアンリアルのプロジェクトを開くと、プロジェクトのコードと並んで、エンジンのすべてのコードを閲覧して、もちろん利用することができます。まあ、そして何より素晴らしい点として、このソースコードの利用はオプショナルなものではないんですよね。つまりそのライセンスの形態とかに縛られることはなくて、どんなライセンス形態を利用していても、無償で利用していてもソースコードを閲覧することができます。これによってエンジン内部の実装の拡張ポイントなども全て利用可能なので、ステラのようなフレームワークを載せる際の自由度にはとても大きく寄与してくれています。そしてもちろんこれは必要性がない限り推奨されるものではないと思うんですが、アンリアルエンジン自体のコアなコードを書き換えることもできます。例えばリリース直前なのに回避不可能なエンジンのバグによってこれが動かないみたいなことがあったとしても、なんか変な実装入れちゃうとかしないでも、アップデートを待ったりしなくても普通にそのバグを直してやることができるってことですね。まあ、あとそういうバグフィックスもそうですが、公式に入れてほしいとか、こういうところに拡張ポイントが欲しいみたいな場合には GitHub を通してプルリクエストを送ることもできます。非常にホワイトボックスな仕組みになっていて、その中身が分からなくて困るということもないですし、そもそもその Unreal Engine の開発が随時この GitHub で更新されていくので、正式のバージョンがつくリリース前のコードにもアクセスすることができます。エンジニアにとってこれはすごく嬉しいことだと思います。2つ目はビルトイン機能が膨大であるという点ですね。これは Unreal Engine の強力なレンダリングの機能とか、あとエディターのツールの機能とかが普段アピールされることが多いと思うんですけど、 Unreal Engine が持ってる機能っていうのはそれだけではありません。 Unreal にはビルトインプラグインという形で400以上のプラグインが初めから含まれています。これちょっと紛らわしいんですが、ユーザーコミュニティのプラグインリポジトリとか、マーケットプレイスで販売されているプラグインとかとは別の話で、初めから Unreal Engine の一部として含まれているプラグインがこれだけあるという話です。そしてこのプラグインのソースもまた読むことができますし、プラグインとは別にエンジン自身の実装も先ほどの通り公開されていますので、プラグインもエンジンの内部の実装もどちらもその上に作るものは参照して一種のライブラリのように活用することができます。はい、もはや一種の巨大なライブラリ群と言ってもいいようなことになっていると私は思っていて、高度な数学のライブラリから自分で実装するとなかなかちょっとめんどくさい HTTP とか WebSocket みたいなプロトコルスタック実装まで Unreal Engine 内部に存在して、それをプロジェクトで利用することができます。試しにこのスライドの右の方に Unreal Engine に含まれてはいるんだけども、単体の機能としてはなかなかアピールされないようなもののごくごく一部、主にネットワークを中心に今回集めてみました。よく必要になるよねっていう、そうですね、例えば TCP、UDP とか HTTP とか、まあ、欲しいよねってやつから、なんか Slack インテグレーションみたいなやつまでですね、どこで使うんだみたいなやつまでいろいろ含まれております。また Unreal Engine がビルド可能なデバイス、これは Windows とか Linux とか Mac とか Android とか iPhone とかそういうことですね、みたいなそれぞれのデバイスに対しても横断的に動作するような実装が含まれていることが多いです。これは必ずではないです。
しかも実装自身もアンリアルエンジンのお作法にのっとった実装がなされているので、プロジェクトから非常に利用しやすい形になっています。多くの場合、サードパーティーのライブラリを新たに持ってきて導入したりとか、独自に実装してしまうよりも、はるかに堅牢で簡単に実装を組み込むことができますし、保守性の面でも優れていると言えます。もちろん、ステラでもこれらの資産を存分に活用させていただいております。そして3つ目。これは、プラグインで可能なことが広いという点です。これ、同じ話かなというふうに思われるかもしれませんが、さっきのは存在するプラグインとかエンジンの資産を利用する場合の話で、こちらはプラグインを実装する側の視点でのお話です。普通ソフトウェアのプラグインといいますと、何かその公開されているインターフェースの API を通して拡張ができるとか、ユーザーコードの方からプラグインをライブラリ的にクラスや関数を呼び出す形で利用するというふうに制限されることが多いんですけど、まあ Unreal のプラグインはユーザーコードでほぼ可能な全てのことを内部で自由に行うことができます。これはどういうことかというと、コンテンツのプレイングやロジックに関するような、まあ、いわゆるゲームコードって言われるような実装から、エンジンの内部のクラスを上書きしちゃうようなコアな実装までプラグイン化することが可能です。このおかげでプロジェクトを横断したコンテンツ実装やエディターの拡張などを簡単にプラグインというその切り離して持ち運ぶことができるモジュールの中に逃がすことができます。これはもちろんオンオフ可能ですので、すごく扱いやすくなるわけですね。ステラも実際にエンジン拡張からコンテンツ機能までを含んでいますが、プラグインとしてエンジン本体から分離して実装できています。先ほどもちょっと触れたんですが、エンジンのコードが編集できるからといって、まあ、気軽にちょっと編集しすぎてしまうと後々管理が大変になってしまうという、まあ、デメリットが大きいです。まあ、それに、チーム内でその編集したエンジンを共有するという作業もちょっと大変です。ですが、プラグインからこのように拡張も含め行えることがすごく広いので、管理もしやすいままフレームワークの開発ができましたし、エンジンのアップデートにも対応しやすいので、もう純粋に助かっております。そして最後、4つ目は豊富なネットワーク機能を選びました。これは、Unreal でネットワークが利用される基本のオブジェクトクラスには、初めからネットワークで扱われることを想定した機能が搭載されているということですね。しかも、ビルドシステム、Unreal は独自のビルドシステムを持ってるんですけど、ビルドシステムのレベルで、サーバーで Unreal 製ソフトウェアが実行されることを想定して制作されています。これによって、Unreal エンジンがサーバービルドを出すことができるんですが、このビルドは単なるヘッドレス実行版のようなものではありません。まあ、いわゆるそのグラフィックスがないみたいなだけのバージョンが出るわけではなくて、ちゃんとネットワークゲームサーバーの機能を備えたサーバーソフトウェアとしてビルドが出てきます。すごいですよね。プロジェクトを作成して、プレイヤーを配置して、ビルドを行って、マルチプレイヤーサーバーを立てるみたいな、そのマルチプレイヤーゲームを構築するプロセスの間に、Unreal エンジンでは、まあ、最低限であれば、ネットワークに関するコードを1行も書かなくても、マルチプレイのコンテンツを作成することができるようになっています。しかも、その通信や状態同期のような欲しくなる基本的な機能は、あらかじめもう統合された形で組み込まれていて、自分たちで追加で行う Unreal 上での実装もこれに基づくことがもちろんできます。暗号化だったりとか、パケットの圧縮みたいな、そのオプショナルな機能もサポートされています。で、コードの記述時にもネットワーク機能が統合されていることの恩恵を受けることができて、同一プロジェクトのコードの中で、この部分はサーバー側で実行される処理、この部分はクライアント側で実行される処理みたいなのを同時に簡単な分岐みたいな形で書くことができるんですよね。で、ビルドを足すと、これがちゃんとスプリットされて、それぞれ必要なところで必要なコードが動くようになる、ソフトウェアが出てくるということになるので、すごくよくできているなというふうに思ってます。そして他の部分と同様に、この UE のネットワークシステムの実装もすごくうまく抽象化されています。ですので、デフォルトのレプリケーションの設定とか実装が遅いなという時には、その別の手段、だから代わりにその部分の実装を置き換えるようなものもすでにエンジンの中に入っていたりしますし、そっちにするとより効率的な別の特徴を持った同期システムが使えるとかですね、ありますし、自分たちのプロジェクトのためにより特化した最適化した形の実装を行って、独自実装でその部分を置き換えるということも、ちゃんとインターフェースを満たした実装をクラスを継承して行えば行うことができるようになっています。ですので、目的に適した形に特定の種類を差し替えたり、その設定をチューニングしたりする自由度が我々に与えられているので、Unreal エンジンの上にステラのようなマルチプレイを前提としたフレームワークを作ろうとしても、すごくすんなりと作ることができます。
また、ちょっとこれはずれますが、最近ではアイリスレプリケーションって言われる大人数広範囲っていう、まあ本当にメタバースみたいなものに対して有利なネットワークの同期機能を搭載するよというふうにアナウンスが出てたりするので、すごく期待されるところです。はい、以上4点、アンリアルエンジンの自由度はすごいということをアピールするようなね、話をしてきたんですが、まあ、これらはステラのようなフレームワークを構築するにあたってすごく嬉しいポイントでした。エンジンの拡張性の高さやホワイトボックス性などは、こういったフレームワークの開発に限らず、ゲームとかコンテンツの開発でも規模が大きくなるにつれてすごく嬉しくなってくる特徴じゃないかなというふうに思っています。また今回は非アンリアルエンジンユーザーなエンジニアの方もたくさんいらっしゃっているのかなというふうに思いましたので、普段はあんまりアピールされないようなかなりエンジニアリング寄りの嬉しいポイントを取り上げたということはご理解ください。もちろんグラフィックスや物理とかワールド作成のような、まあ、よくアンリアルエンジンのすごい機能っていう感じでアピールされるような入れた機能も類を見ないほど強力なものが多いというふうに思っています。そういったもののごく一部は本講演の前半でも触れさせていただきましたが、公式サマーですとかコミュニティの皆様も発信してくださっていますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。まあと、すごくいいことばかり喋ってきたんですけど、もちろんデメリットが全くないというふうには思っておりません。例えば今回の内容に直接関するところでも、エンジンを拡張していったり内部の実装を利用していくみたいなことっていうのは、一定以上そもそもアンリアルエンジンの内部のシステムや C++ についての知識が必要になります。そういったものを読み書きしない、普段読み書きしないという方にとってはかなり大きな障壁になってしまうことは間違いないとは思いますし、チームの中でも同様ですね。それでも一度学んでしまえばアンリアルの膨大な資産と機能の上に立つことができるということですので、学習してみる価値はあるんじゃないかなというふうに、あくまで個人的には思っています。あと、まあ、大事なこととして、もちろん C++ を書けなくてもアンリアルエンジンは使えますし、コンテンツの作成ツールとして強力ですが、ステラのようなフレームワークを作ることを前提とするとこういうこともあるよねという話です。さて最後にステラとアンリアルエンジンについて軽くまとめたいと思います。ステラのような何らかの基盤の上、今回でしたらアンリアルエンジンのようなものの上に乗ったフレームワークの開発には、技術パートの冒頭で触れたような機能提供と拡張性の、まあ、ある意味部分的に相反するような課題が考えられました。しかしステラはアンリアルの与えてくれる自由度のおかげで、プラグインでありながらエンジンの機能と深いレベルで統合できていますし、上に乗るコンテンツの実装に対して拡張性を維持したまま開発を進めることができています。ステラではアンリアルが提供している基本的な多くのクラスをプラグイン内で改めて継承しまして、ステラが対象とするようなコンテンツで共通して利用できる機能を拡張したステラの基本クラスとして提供しています。またエディタ機能の拡張や上書きなんかも行いまして、ステラを有効化するだけで生産性を向上させるためのユーティリティがエディタで利用できるようにしています。例えばですが、配布や動的ロードが可能なアクションの定義だったりとか、あとエディタ画面の設定だけでバックエンドのサービスを、このコンテンツではこっちみたいに切り替えることができるようなキーバリューストアとか、あとネットワークのバージョンの互換性を管理するシステムですとか、まあエンジニアリング関連だけを切り出してもステラの拡張は多岐にわたります。それでもほぼサードパーティーには依存せず、まあ、かつエンジン自体のコードは編集せずに実装を行えているのはアンリアルエンジンならではのところもあるかなというふうに思っております。本講演の前半でも触れられましたが、アンリアルはメタバースのためのエンジンというわけではありません。汎用的な 3D の制作プラットフォームです。しかし、そのアンリアルが豊富な機能と実装資産、そしてホワイトボックス性と拡張性も兼ね備えているために、アンリアルに基づいたその上のフレームワークといったようなものの構築が比較的容易になっているんじゃないかなというふうに思います。そのため、ステラのようなメタバース制作プラットフォームというような特化した機能をですね、アンリアルに獲得させるみたいな拡張実装ともすごく相性が良かったと考えています。ということで、皆さんもぜひアンリアルしてみませんか。そしてステラにご期待くださいということで、エンジニアリングからのパートは締めさせていただきます。ありがとうございます。はい、石川さんありがとうございます。
ステラについていろいろお話しいただいて、エンジニア観点でもいろいろな、これから期待ができるなと思っております。弊社でもいろんなメタバース関連のコンテンツとか作ってるんですが、今後、より多くの人にこう感動を与えられるような、勇気を与えられるような、そんなコンテンツを作っていきたいと思ってます。アンリアルエンジン自体も、まだまだ進化していくので、今後日本でいろんな事例で使われてくるかなと思ったりはしております。はい、以上、アルシェからアンリアルエンジンでメタバースをもっと自由にというタイトルで講演させていただきました。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。セッションは終了となります。セッションの聴講ありがとうございました。次のセッションページへとご移動いただき、引き続き XR 会議をお楽しみください。